はい、詐欺好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、朝日の、ドライプレミアムがまた出ましたんで、買いました。限定醸造です。ドライプレミアムは、法上の、ワールドホップセレクションのドイツ産、シュパルトセレクトを使用と書いてありますね。この、使用しているホップが違うんですね。希少ホップの、芳醇な香り。アルコール度数 6%。希少ホップとは世界生産量 1% 未満のドイツ産シュパルトセレクトのことです。ちょっと。原材料が隠れてて。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。これ原材料的には多分あれですね。朝日スーパードライとも全く変わんないでしょ。もう何回もこれ読んできたからな、この原材料、麦芽とホップと米とコーンとスターチって。これ、もう、朝日スーパードライの、ドライプレミアムの定番ですね。でも、この比率っていうか、まあ、スーパードライってほら、まあ一番世界、日本でね、一番売れてる、まあビールなんですけど。だからやっぱり今後、比率がやっぱりもう黄金比なんだろうね。一般的に一番搾りとかだと、原材料が麦芽とホップのみなんだけど、他に米とコーンとスターチ、この3つを入れることによって、多分、まあ、明らかにその味わいがね、違うという、まあ、ことなんでしょうね。まあ、いや、乾杯。一口目はすっげえうまいんだけど、二口目あたりから、ん?ってなってきて。三口あたり目から、まあ普通だなってなるね。このドライプレミアム。ドライプレミアムの、この赤色のやつは、シュパルトセレクト。これ多分なんだ、ギフト限定とか。ようやってな、ギフト限定とかなんだ。大体。あ、ギフトっぽいですね。シュパルトセレクト。こちらが8月の8日発売みたいですね。以前飲んだ青いやつが、6月の13日発売。となっています。以前の青いやつと何が違うのかって言われるとさっぱりわかんないね。ああ、なんだろう。以前の青いやつが、可憐な香りってなってたんですけど、こっちは芳醇な香り。何それっていう感じだよね。お前言葉のあれじゃねえ、あやじゃねえのこれ。可憐な香りも芳醇な香りもどっちも大して変わんないわって。もう文字的には全く変わんないですよ。何が可憐だよって。こっち。芳醇な香りって言われても、まあ、別に普通じゃねえって感じはするんですけど、ね、確かに、まあ普通のスーパードライに比べたらうまいかって言われると、まあそれも難しいですね。ただ、あんまり、こう、スッと消える
感じの香りかな。香りとしてはこうドライな、わりかしこうスッと消えるような感じだと思いますけどね。僕もわからない。非常に難しい、ここら辺は。ドライプレミアムのね、はね、もう飲み比べないとほとんどわかんない。特にね、通年販売されているやつは結構わかるんだよ。あれ、アルコール度数 6.5% だから。アルコール度数 0.5% 強いって結構でかくて、結構、ああ、アルコール臭するなってなるんですけど。もうアルコール度数は同じの、この白と青と赤の、このギフト限定のやつはもう全くわかんない。これは、普通にスーパードライの方がうまいと思うけど、普通のスーパードライの方が、価値あると思うけどな。俺としては。なんか微妙なんだよ。まあ、うまいくはない、まずくはないんだよな。ただ、まあ、突筆するほどうまいもんねっていう話なんで。まあ、9月になりました。9月1日ですね。まあ皆さんね、まあ、あれなんですけど、まあ夏休みというか学生ですね。まあ学生の方はね、まあ俺ほぼ毎日、まあ風邪じゃない限り、普通に学校は通ってましたけどね。まあ、まあ無理せずね。嫌だったらもう、一番自殺率が多いらしいですからね。うん、自殺率が9月の1日に、日本で一番自殺率の高い、日にちがいつかっていうと、まさに9月の9日、今日なんですよ。なので、あんまり、まあ無理はせずね、行きましょう。4243です。ご視聴ありがとうございました。